はい、どうも、レイです。本日はですね、スプラトゥーンのフェスの情報を、皆さんに伝えていきたいと思うんですけども、もうタイトルでわかると思います。ゼルダの伝説とスプラトゥーンがコラボをして、フェスがやることになりました。はい。で、何時は何を求めるというタイトルで、力、知恵、勇気というね、選択肢3個あるんですけども、皆さん何にするかもう決まりましたか？スプラトゥーンとね、あとゼルダのコラボなんですけど、そのゼルダのシリーズが、例えば、次の新作がね、出るんですけども、多分俺もこれやるんですけど、まあ、それの、コラボが、昔はポケモンともコラボしてたんですけど、今度はゼルダとコラボするということで、なんと、フェスの後半に開催されるトリガラバトルのステージがですね、今まであったステージではなくて、ゼルダの伝説の形、ロゴのマークのステージで、トリガラバトルができるみたいです。もう形が三角形の、なんだこれもう映像を載っけときます、これ。あ、はい。見てみんな、これすごいよね。普通にすごいと思うんだ、俺。で、俺まだ決まってないんですけど、力、知恵、勇気。あれかな、やっぱり。いや、マジで楽しみだわ。これ。フェス、頑張りましょう、皆さん。とりあえず急だったので、とりあえずこれ、この情報だけ皆さんに最初に伝えたいと思います。で、いつかまた、ちゃんとまとめて動画で、はい、ちゃんと簡単なやり方で。ちょっと、めっちゃ噛みすぎて、早口でごめんね。あとなんかフェスのグッズがね、登場するみたい、コラボで。これも、いい感じなので、皆さん、見てみてください。ということで、終わります！お疲れ様でした。僕は、ここを何周も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くために、みんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって、僕は救われると信じています。ぜひ、助けてください。助けて！